いじめをなくすために。松山市内の子どもたちが集まるイベントが昨日開かれ、必要な取り組みを話し合いました。このイベントは松山市教育委員会が開催。市内のおよそ90校の小学生と中学生106人がグループに分かれ、毎月10日の松山いじめゼロの日に市内の小中学校すべてで実施できる活動案を話し合いました。あまり喋らない人とか、そういうあまり関わりがない人と一緒に遊ぶことで仲良しになれるんじゃないかなと思います。活動案を投票で選んだ結果、実際のいじめのエピソードをもとに原因や対策を考えるいじめゼロトークなど3つの案を行うことを決定。3学期から市内のすべての小中学校で行われる予定です。